はい、皆さん、こんにちは。自然な整骨院の栗原です。本日も皆さんの体の痛みに対するお悩みのヒントだったり、健康情報をお伝えしていこうと思います。はい、前回ですね、このほうれい線というところでお話しさせてもらったんですけども、今回は、そのほうれい線が、の、改善法をお伝えしていこうかなと思います。三つの原因をですね、言ったんですけど、その一つの、この表情筋ですね。表情筋をしっかり、緩めていくやり方をお伝えしたいと思います。これかなりですね、メジャーなやり方ですので、もしかしたらもう、知ってて実践される方も中にはいらっしゃるかと思いますが、やっていきたいと思います。ではですね、今からやっていきますので、では、これですね、舌を、ベロを使って、口の周りをですね、こうぐるぐる、こっち周りと、こっち周りと、こっち周りに、20回ずつやるっていう、すごいシンプルなやつなんですけど、ちょっとやってみますね。もうベロを、こんな感じで、もうこう、歯の上、上っていうかな、この唇と歯の間で、こう上から、こんな感じで回していく。ただそれだけです。こっち回しです。こんな感じ。で、反対も、こんな感じで回していきます。で、これなるべく大きくイメージしてくださいね。で、こうすることで、この、ほうれい線ってこの辺に出ますけど、こう、ベロがね、こう行くときに、ビョンってこう、内側から、口の中側から、こう、ベロでこう押されると、ストレッチになるんですね。それで、そのほうれい線ができるところ、シワになってるところのストレッチがまず一つできるということと、あとはこの、やってみたらわかるんですけど、ここの口の周りの筋肉がすっごい疲れます。これは。なので、この回す回数で言えば、1セットは、20回。右20回、左20回ですね。やっていただくと分かるんですよ。すごい疲れるので、もしこれでやって、もう本当にきついなって思われる方は、回数を減らしていただいても結構です。なので、右回り、こっち側ですね、20回、反対回りも、こっち20回ですね。はい、ぜひ、やってみてください。はい、今回は以上になります。はい、また、次の動画もですね、ほうれい線を、解消する、やり方をお伝えしていこうと思います。はい、本日も動画を見ていただきありがとうございました。